運輸技術センターはアメリカ合衆国の鉄道研究機関。アメリカ鉄道協会の参加の技術研究のための機関でコロラド州プエブロの 34km 北東にあるアメリカ合衆国運輸省の所有する52平方マイルの実験施設の運営と保守を行っている。プエブロ実験船は連邦鉄道局との保守、管理契約に基づいて運営されている。 ついはいくつかの特殊な設備や線路を保有しており、この設備で動力者、貨車、旅客者の試験、車両と線路の設備や安全設備などの試験を行うことができる。この実験線は1969年から1971年にかけて空気浮上式鉄道を含む高速鉄道車両の開発を目的として使用されたものの、1974年に アメリカでの高速鉄道車両の自主開発が放棄されたことにより多目的実験船として運用されることになった。1998年1月1日の民営化により現在の組織になった。実験船は総延長 77km、環状部 21.7km、最高速度時速 265km で、その他にも様々な項目別の試験船がある。 日本の基幹可変電車の耐久試験もここで実施された。ありがとうございます。